ウェズエットより戻りました。グラスラは、お仲間と共に、ウェズエット復興にご尽力なさっておいでです。そうか。元気ならばそれでいい。もっと、やはり、わらわも。いや、そういうわけにはいかない。 教会が戦の準備を急いでいるとの報告があるのを、君も知っているはずだ。サダリーの狙いは、ランダルか、あるいはホルン。シュゼルトが代理で堅牢を指揮しているとはいえ、守りが万全とは言えない。それはわかっている。でも、そなたらの相手は、ランダルとハインドラの連合軍なのだぞ。 我らホルンとリオニスが総力を結集しても勝ち目があるかどうかアドラード君までそんなことを申し訳ありませんしかしウェズエットとの戦でランダルと共闘したことである程度手の内は分かっている油断はしないでも必要以上に警戒しては 身動きが取れなくなる。もントわかってくれ、マシュリー。オーイス信仰は、この地、東方への足がかりなんだ。オーイスが飲み込まれれば、次はおそらくホルンへ。そうなる前に何としてでも、ランダルを止めなくてはならない。そうだな。父上も、 ランダルの脅威をよくご存知だった。だからこそフェネスと屈辱的な同盟を私はホルン城に残りますが代わりにサリアグラウ、そしてレイシャスをご対等くださいいずれも腕は確かまあ正確には問題ありますがねいいのかい君の妹さんまで もちろんですですが気になることがありますレイシェスですが、はああせっ く兄様と一緒に遠征行けるって楽しみにしてたのに申し訳ありませんあんたが謝ることないでしょいえそういう意味ではなくんじゃどういう意味レイシスも 遠征に参加することになりました。知ってる。まあいいんじゃない私のいないとこで、兄様と二人なんてこと絶対許せないし。実は。こたびの遠征は、 レイシスの本性を見極める意味もあります。わかってる。兄様から聞いてるから。そうでしたか。あいつ、本当はランダルに仕官するつもりだったんでしょそれなのに、兄様に一目ぼれしてホルンに来た。ほんと呆れちゃう。気持ちはわかるけど。 ももしもレイシャスが怪しい動きをしたらあその役目あたしがやるから無慈悲に手加減なく助走つけてフレアぶち込むからへえ珍しい組み合わせねお邪魔だったかしら お邪魔お似合いよ。私とアドラード様のようにね。はあ、な、何よ。言い返さないなんてあんたらしくない。オーイス衛星部隊、セレ これより我ら連合軍は、オイス遠征へと出発する。目的はただ一つ、オイスの解放ランダルとハインドラの横暴を、これ以上許してはならないさあ、行こうオイスの民が、僕らの到着を待っている ラマダ、君から見て、オイスはどんな国なんだそうですね。牧歌的、とでも言えばよろしいのでしょうか。他の国よりも、時間がゆっくりと流れているような、そんな感じさえします。王族もそんなのんびりした人たちなのかい王のログザ様は物静かで、 ですが、非常に鋭い眼光をなさっています。確か、三姉妹のご長女がルティアル姫だと。ええ。いつも穏やかで、笑みを絶やさぬお方ですが。どうかしたのか何をお考えなのか、全く読めないお方ですわね。 へえあんたがそう言うってことはよっぽどなんだろうねリリシュごごめんルティアル殿はハインドラの王オベロン殿をどう思ってるのだろう城を攻められながらもどこかでオベロン殿のことを信じているのかどうでしょう少なくとも 私の前では悲しそうなお顔はなさりませんでした、うん、この戦勝ち目はあるのかねオイスが陥落すれば次に狙われるのはそれは分かってるよ嫌ってほど分かってるでもさオイスが落ちれば 私たちだって無事じゃ済まない。生きてホルン城へ戻れるかさえも怪しいんだよ。そうなるぐらいなら、いっそのことを。リリッシュ、君もそんなことを。ごめん、言うべきことじゃないってよくわかってるよ。でも、ウェズエットで見た、あのランダル軍の強さ。 私やラマダが倒れたら、誰がモント様を守ってくれるのか。それを考えると、胸が張り裂けそうになるんだ。だから。リリシュ。ごめん。もう言わないから。ごめん。星は 見えるのは一面の闇ばかり。それは、僕たちがランダルに飲み込まれると。そうかもしれません。でも、そうではないかもしれません。ランダルやハインドラ以外にも、オビスを脅かす者が。運命は移ろいゆくもの。 あくまでも可能性のお話ですわ大丈夫きっと勝てるはい命を落とす覚悟はできていますか、yeah! 遠慮はしない刻むこの私が直々に可愛がって覚悟はできていますかこれが欲しいのか容赦しませんわぁ大丈夫、きっと勝てるやりますわね 魔力よ道よ止まれ痛いのか,ここか上出的だなお行きなさい我らの勝利です 大丈夫、きっと勝てる命を落とす覚悟はできていません遠慮はしない突き崩すこの私が,が真剣勝負わい私の本気見せてあげる簡単に倒れてくれるなよ 魔力よ道よ魔力よ道よまだまだ止まれ痛いのか決めてく助かりました 刻むう動かないで、次も頑張ろう。